こんばんは、元男の子の青木かのんです。今夜はお母さんを泣かせるドッキリをします。ドッキリの内容がこちら。もしも2週間前に旅立った愛犬のチョコがお母さんの目の前に現れたらどんな反応をするのかという内容なんですけども、今から2週間前に15年間一緒に過ごしてきた愛犬のチョコが旅立ったんですね。2週間経ったといえども動画撮ってない時は突然泣きそうになったりとかしたりするんですけど、こうやって今動画を撮る気力が出たのも視聴者さんがこう励ましてくれたりとか、なんとか立ち直れつつあるんですね。ただお母さんは私と違って実家に住んでるので、私よりも愛犬のチョコとの時間がすごい長いんですよ。本当にもう溺愛というかべったりくっついてたんで、ちょっと今も泣きそうなんですけど、まあ、そんなお母さんだからまだ立ち直れてないというか、ずっと悲しそうな顔してるんですね。やっぱりそういうお母さんの姿を見たくないというか、私もすごい辛いし、その時にいろいろネットで調べてたら、愛犬の写真そっくりの人形を作っている作家さんがいたんですね。わたわたペットさんっていう方なんですけど、本当にびっくりするぐらいそっくりな作品なんですよ。愛犬の供養の仕方っていろいろあると思うんですよ。写真を飾ったりとか仏壇を置いたりとか、いろんな形があると思うんですけども、私はやっぱりチョコが元気な姿で形に残したいなと思って、今回作品の制作依頼をしました。そしてその作品がですね、ちょうど今日届くので、今からですね実家にそれを受け取りに行って、お母さんにチョコとの再会のドッキリをします。今からチョコに会えるって考えるとすごい嬉しいです。では実家に戻りましょう。かわいい、かわいい、かわいくないね。チョコ来てくれたんじゃない？多分。もう足元に来てくれたって嬉しいね。感触だけでも感じれたんでしょ？そう、感じたの。そっか。ということで、今妹の部屋にいて一緒に開封するとこなんですけど、妹にはもう事前に今回のドッキリは伝えてるので一緒に開封していきましょう。はい。チョコに着せる服も用意してるんだよね。うん。うわ、チョコが生前に着ていた服。可愛い。あと首輪だよね。やべえ、なんか泣きそう。チョコ匂いする、うん、やば、激臭なんだけど。ほんと激臭だ。チョコの匂いだね。チョコの匂いする。ザ犬って感じの。途中段階にさ見たじゃん、うん、一緒に、うん、やばいよね、チョコだよね、まんま、うん、お、なんかちょっと一瞬毛が見えた。あ、まあまあ、待ってる、あくびしながら。やばい。うん、かわいくて。あ、え、何これ。何？ちょっとこれも全部開けようか。チョコ。あ、やばい。チョコ。チョコちゃん。すごいね。これか。チョコ。やばいやばい、通し締め忘れてた。やばいね、すごいね、ベルトで作ったんでしょ、うん、腕大丈夫かな、まず怖い、腕ぶっ壊れたらしないかな。やばい、なんでママはドッキリかけんの、うちがドッキリかけられてるんだろう。あ、チョコだね。チョコ、お手紙。あ、すごい、なんか、いただきました。ありがとうございます。なんかバカみたいじゃない、めっちゃこんなリアルに。チョコだよ、これやば、すごい、ちょっとうるさい、あれすごい、なんかめっちゃ興味津々なんだけど。はじめまして、わたわたペットと申します。この度は有名な羊毛フェルト作家様方々がたくさんいる中、私のようなものにあなた様の大切なチョコちゃんを託してくださるという夢のようなご縁をいただき、本当にありがとうございます。今虹の橋にいるチョコちゃんが分身の術を使って寿命のないわたわたチョコちゃんになって帰ってきたと思っていただけただと心を込めて手作りしました。ずっともう一緒だね。じゃあ
実際にわたわたチョコちゃんをお迎えされていかがですか？イメージと違うとがっかりさせてしまう点も多々あるかもしれません。それでもどうかハンドメイドをご理解いただき、きっと素敵なあなた様とご家族のおそばに末永く置いていただけたらと願います。わたわたチョコちゃんがご両親の心の支えになって、ずっと一生叶えるお手伝いができたらと心から祈っております。この度は本当にありがとうございました。コーヒーは作品を飾られた時でもご家族でほっこりされてください。すごい、なんかお手紙まで本当わたわたさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、こんな感じで正直帰ってくると思ってなかったんだよね。やっぱチョコはチョコじゃん、唯一無二で。ちゃんとチョコが帰ってきたから、なんかチョコじゃなかったら多分こんな泣かないと思うし、この座り方よ、うん、座り方の癖、この片足だけね、こうやってね、あぐらかいた感じでね、座るんですよ、チョコは。すごい、でも、ちょっとびっくりしちゃった、本当に。さっきはなんか感情任せに、ただ泣いてたっていう感じだったんですけど、今こう、冷静になった状態で見ても、すごいですね。わたわたさん、やばすぎ。今まで私のこの実家の景色って、チョコがいるのが当たり前だったんですね。その当たり前がいきなりなくなってしまったのが、すごい辛くて。でもまた、こうやってチョコが分身の術使って、私にとっての当たり前の景色にチョコが戻ってきてくれたんで、すごい嬉しいなって。では、今から、お母さんに再会ドッキリを仕掛けます。ねえ、チョコ帰ってきたよ。うーん、なんでチョコがここに。言葉を失ってあります。チョコおいで、誰待ってるの。チョコじゃん。チョコ臭いね。ちっちゃいね、あんた。なんか言ってよ。デブクソ犬だね。ちょっと悪口じゃん。あんた相変わらず大客だね。臭いね、あんた。チョコが戻ってきてくれたんだね。でもなんか。今回のドッキリは大成功。イエイ。今回このわたわたチョコちゃんを作ってくださったわたわたペットさんの詳しい詳細は画面の下に情報全部載ってありますので、ぜひチェックしてみてください。少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと元気になった。ドランプゲームしたままで言うのやめてもらっていいですか。パックしてる。大成功。チョコ。チョコいつもあげて。ね、ママを待ってる時のチョコ。チョコはいつもここで寝てたんですけど、もうベッドはありません。だけどこうやってチョコが戻ってきてくれたと思うとすごい嬉しいです。ここにまただ。